はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひろふとです。今日はですね、ちょっと反省も込めた動画を作成させていただきました。はい、今日ご紹介するカメラはですね、もう何度も登場しています、カメラですね。ニコンの一桁台、ニコン F2 のフォトミックです。露出系はですね、おそらく DP1 ですね、一番初期の露出系がついています。はい、まずこのカメラですけれども、過去にもご紹介したと思いますけれども、購入経路はハードオフのオフモールというところですね。ジャンク品として購入いたしました。でやっぱり写真見た時にもうベタベタの状況で、そして、露出系もですね、まあ精度わかんない、動くけどわかんないっていう状態でした。もちろんモルトはボロボロの状態で、私のところにやってきましたけれども、はい、今はですね、こんな風にもうピカピカになっています。でもちろんファインダーも取ってですね、ファインダーの中も清掃をして、はい、ついているレンズは、ニコールの、SC ですから CR の方ですね、オートの 50mm の F1.4 がついています。フードもニコンの純正ですね。なんと レンズのフィルターまでニコン製ということで、はい、ストラップもニコン製ですね。もうまあ、私としては一番理想的な形になっています。このニコン F2 のフォトミックなんですけども、実は過去にですね、私何度もですね手放そうと思ったんですね。というのは私の中のルールとして、1メーカー1マウント、まあですね、1台っていう風に、まあ、カメラどんどん増えていってしまいますので、そんなことを決めています。ということで、例えばニコンの F3 ですとかね、手に入れた時に、まあ、どちらを残そうかなということで何度も手放す候補に上がったのがこのやはりニコンの F2 なんですね。別格で持ってるのはニコンの F ですね。こちらはですね、もう絶対に手放さないということでいつも手に持って、いつもコレクションとしてですね持っています。でもちろん F も持ち出すことはあるんですけれども、ところがですね、いつもこの、まあ、手放す候補に上がるニコン F2 のフォトミックなんですけども、こういうふうに YouTube を始めて、多くの方はですね、やっぱりニコン F2 が欲しいな、また F2 を手に入れたいなっていうコメントがたくさん寄せられたんですね。それからブログをやってますけど、ブログのコメントの中でもやっぱりニコン F2 いいですねっていうようなコメントをたくさんいただきました。で数年前にフィルムカメラの個展を行った時に、プロのカメラマンの方がいらっしゃって、まあ、山岳カメラマンの方だったんですけども方なんですけども、いらっしゃって、やっぱりフィルムカメラいいですね、フィルム写真いいですね、私もやっぱりフィルムカメラで撮ってみようかななんて言ってました。その時に、ニコン F2 がいいなって言ったんですね、言われたんですね。で、その時聞いたんです。F3 じゃないんですかって聞いたんですね。そしたら F3 じゃないんですよ、やっぱり山に持って行って確実に写真を撮れるカメラって言ったらやっぱりニコンの F2 なんですよって言われたんですね。ということで、今日ですね、実はこのカメラをまた引っ張り出して、そして、まあ、今日休みだったんでね磨いていました。で、これ購入した時にこの露出系が、動きませんとか不安定ですっていうようなコメントだったと思いますけれども、実は今日ですね、実際に電池を入れてみて、まあ、露出系がどのぐらい狂っているのかなと思って、はい、個別の露出系とこのカメラの露出系を合わせてみたんですよ。例えば ISO 感度100とか ISO 感度400に合わせて、合わせてみたら実はなんとほぼほぼ合ってるんですよ。ほぼほぼ合ってるというか、まあ、ほぼ正確なんですね。私がこの露出系の使い方をよく知らなかっただけで、実際にきちっと使ってみたらちゃんと合うんですよね。このカメラって1971年の発売ですよね。ということで、もう50年ですかね、近く50年以上ですね経っているカメラの露出系が未だにしっかり合うっていうのは、これすごいことだなと思いましたね。で、この持っていて、このカメラは何回もね、フィルム通して撮影してますけれども、本当に綺麗な写真が確実に撮れるっていうところがやっぱりすごいですね。やっぱりこのニコールレンズも合わせてですね、
すごいいいカメラだなってつくづく最近感じます。ということで、持っていて、そうですね、確実にどうでしょう、写真が撮れて、そして、壊れなくてということで言ったら、やっぱり皆さんが言うようにこのニコンの F2、 しかも使いやすさで言ったらニコンの F よりも F2 の方が、まあ、自然に使えますよね。ということで今日はですね、ニコン F2 を持ち出して磨いてる時に、まあ、つくづくいいカメラだなと感じましたので、まあ、今日こんな、まあ、反省の意味も込めて、ニコン F2 さんごめんなさいということで、動画を作成させていただきました。皆さんもですね、ニコン F2 にですが、ニコン一桁に関するエピソードがあればですね、ぜひ教えていただければと思います。はい、いいカメラですね。本当にいい使いやすいカメラで、ニコン F と違ってフィルムの装填もしやすいですので、実用的にはこのニコン F2 ですね、こちらがやっぱりニコン一桁としてはすごくおすすめなカメラだなと思います。はい、今日はニコン F2 についてご紹介を、反省も込めてさせていただきました。これからもですね、今あるカメラをですね、再度取り上げながら動画を作成していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼてでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、さよなら。